玉川習字教室の玉川雄吾です。今日はですね、日本習字漢字部3月号よりですね、篆書検定課題、こちらをですね、書きながら説明をいたします。今回の課題はこちらですね。石星盤庫を照らす、こちらを学んでいきます。篆書体なかなか読めないんですね。こちらは赤、これは誠、これは照らす、盤庫、古いですね。篆書体はですね、字形はおおむねですね、左右相称で縦長になります。よって今回はこの赤ですとか古いは左右相称の文字になります。またですね、部分的に例えばこの言偏やこの皮偏、これね、盤の上の部分はですね、部分的に左右相称が見られますね。筆順は基本的にありません。どういうふうにですね、書いたらいいかという決まりはありません。なので書きやすいようにですね、書けばいいんですが、まあ大体上から下、左から右、中央から左右へという書き方がですね、おおむね書きやすいと思います。またですね、この口に当たる部分のですね、角ですね、これは左右からですね、左右から合わされる形で書きます。そしてその合う部分はですね、角張らないようにして書いていってください。それではですね、早速書きながら説明いたします。はい、私筆は蔵鋒で入ります。はい、火ですね。スピードはですね、等圧、等速、同じ筆圧で、同じ速さで書くといったところを意識してください。誠です。頭はですね、しっかり決めてから鉛筆をしてみてくださいね。言偏は左右相称です。
はい、誠ですね。いってます。これも皮変は左右総称です。はい、テラスですね。そしてマンです。マンは毎回出てきますが、本当難しいですね。はい、上部の部分は左右総称です。はい、そして行っちゃいましょう。はい、次は古い。
はい、このようにして書いていきます。